旧長山武四郎邸は、北海道札幌市にある歴史的な建築物の名称。北海道の開拓に尽力した軍人、家族の長山武四郎が住む邸宅として、明治時代に建設された。現在は、札幌市が邸宅の周辺を取り巻く公園と共に管理している。他、北海道指定有形文化財の指定を受けている。所在地は、 北海道札幌市中央区北二条東六丁目9番22号。洋館、木造クラブ部分。旧、長山武四郎邸は、北海道庁長官や第七師団長を歴任し、陸軍中上12位、訓一等男爵の官位を授かった、軍人、家族の長山武四郎が住む邸宅として、明治10年代の前半に建設された建造物である。 邸宅の総面積は136.06平方メートル。中央区北二条東六丁目という中心部に位置しており、面している北三条通りは北海道庁旧本庁舎に通じる道路である。現在は公園緑地に囲まれ札幌ファクトリーに隣接しているが、邸宅が建設された当時は北海道の開拓の中心となるトンデン司令部や工業局製作所、 武道士製作所やビール製作所など産業が集結していたという。現在は南側の木造部とともに緑色の屋根が特徴的な木造クラブが連結した建造物であるが、明治時代に創設された当初から南側の木造部分のみが竹城の邸宅であった。南側の書院座敷と北側の西洋建築の建物にある応接室を直結させた。 和洋折衷の作りは建築当時の北海道開拓時代において西洋建築が住宅に用いられた先駆的な例となった。なお建造物の主催なデザインなどから邸宅の設計に当たったのは当時の開拓志工業局の手によるものであるとされている。その後1904年に長山武史郎は正居、1911年8月に邸宅は 三菱合紙会社により買収され、北海道の企業準備や炭鉱事業の調査を行う、中心的役割を担う施設となった。また、会社は1913年4月に道路用の敷地として、およそ313坪の土地を札幌市に寄贈、1937年前後には株式会社、三菱工業セメントによって、建物の2階部を含む木造クラブが、 新たに建設された。この際、南側の邸宅部分にあった台所や風呂などが解体されている。それから、邸宅は三菱工業者の札幌寮として使用され、北側の木造クラブ、洋館部分は寄品室としても利用、邸宅の周辺に作られていた庭園も同時に保存されるなど、長きにわたり主に寮という用途で利用されてきた。1986年度より、 札幌市で旧長山武四郎邸周辺の再開発事業が開始された。札幌市はこの再開発事業において歴史的な街づくりを推し進める目的で北海道の開拓時代ゆかりの建造物である邸宅とその周りを囲んでいる庭園を譲り受けた。翌1987年の11月27日旧長山武四郎邸は北海道より 北海道指定有形文化財の指定を受ける。その後2年をかけ、庭園やその周辺地域の整備、並びに邸宅そのものの修復、修繕工事が行われ、記念公園が設立された。以来、建物と公園双方の管理、保存が行われ、現在に至る。南側、木造の邸宅部分。建物は、木造平屋建て。 後年に新築された木造クラブの総面積は525.45平方メートルに及ぶ。書院座敷と洋風の応接室がつながっている。作りなど、建物は明治時代の前半における北海道の上流住宅の特徴が顕著に現れている。建物の構成は各座敷を含む和室、応接室や西洋の建築様式で建てられた玄関、ホールなど、 墨柱片付き、下見板張りの外壁と様式のポストがあるおも屋の小屋組、十字型の飾りが妻に取り付けられている玄関棟などが特徴。市内中心部に位置する豊平館や聖火亭にも見られるように漆喰で仕立てられ中心飾り部分に、もみじのデザインを使用した応接室内部のほか、応接室と和室をつなぐ部分の周辺には道内産の木材で作られた 天井板が八畳間の広さにわたって建てられており、西洋風の引き込みとも取り付けられている。1887年に作図された長山亭絵図、札幌繁栄図録には、建設当時邸宅の周りを塀で囲っていた図が描かれており、面する北三条通りからは二本の木造の橋が架けられていたことがわかっている。 さらに現在は残っていない平屋の建物が東側と北側に連続して併設されていた。邸宅が建設されてから多くの改修が行われてきており、その中の例としては外開きであった脇座敷の出窓を引き違いやはめ殺しのものへ改造した点、当初は15畳あった和室や押し入れが付設されていた10畳の和室を廊下と小部屋に改築した点、応接室の床を下げ、 小部屋を分けていた間仕切りを取り壊して一つのホール部分へと立て直した点などが挙げられる。内部はこのように多くの改造が行われているものの、その他の部分は建築当時の面影を残したままである。建物は一般公開が午前9時から午後4時まで行われており、年末年始の閉館日を除いて無料で邸宅内に入ることが可能である。なお、 2017年1月から改修工事が開始され、完成する2018年度までは入管が制限される見込み。ありがとうございます。